はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このルービックキューブ 2×2 の6面の揃え方を超簡単に教えてみたいと思います。超簡単にというのはですね、ここにですね、回し方をずっと置いておきます。回し方、基本的にはルービックキューブこの 2×2 はですね、この回し方さえ覚えてしまえば、覚えるって言っても本当に簡単です。いいですか、ルービックキューブの上段を右から左1、そしてルービックキューブの右側を上から下から上に2、ルービックキューブの上段を左から右に3、ルービックキューブの、右側を上から下に、これだけです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、これだけ覚えれば揃えることができます。では早速、簡単ですけども説明をしていきたいと思います。まずはじめにはですね、ルービックキューブの 2×2 の揃え方、6面の揃え方は3ステップあります。最初のステップはですね、白の一面を作ります。白の完全一面を作ります。そして使う動作はこれだけです。いいですか、白の完全一面の方法です。まず白をどこでもいいです。自分の下に持ってきてください。ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、あと2つとか揃ってる場合もありますけども、とにかく白を一番こう底になるように持ってくる。そして次にですね、常に右下、自分の右下ですね、ここに。ここに入れたいブロックを持ってくる。入れたいブロックというかですね、ここを、まず白の一面の場合はですね、ここ1個入って、白が入ってますので、入ってないところを右下に持ってきます。これ入ってませんよね。右下に持ってきます。そして見てください。この白はですね、緑とのコンビネーションなんですね。緑とコンビネーションなんで、緑とのコンビネーションの白のブロックを探します。ここです。そして見つけたらですね、それを右上に持っていきます。右上。そしてこの動き。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ということで見てください。緑、白が揃いました。これをひたすら繰り返します。下のルービックキューブの 2×2 の下で一番入ってないとこ、白が入ってないところですね。右下に持っていきます。右下に持っていって、ここは赤なので、赤とのコンビネーションを探します。これ違いますね。ここにありました。見つけたら右上に持っていきます。ルービックキューブ 2×2 の右上に持っていきます。そしてひたすらこの動作。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ということを見てください。入りました。そしてまた同じです。入ってない、ここ入ってませんよね。なんで、右下に持っていきます。で、さっきまで右上に持ってきましたけども、ここにも右下に出ますよね。関係ないです。この動きをやっていけば、まず1回行けば右上に行き、2回目やれば下に行くって、ここをどんどんどんこう上下を繰り返すんですね、この動きを。やってみましょうかね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ということで、はい、見てください。これで、白の完全一面の完成です。次に、ルービックキューブ 2×2 を、ひっくり返します。そして今度は黄色の一面を作っていきます。今度は完全一面とは関係なく、ひたすら一面を揃えます。やり方は一緒です。自分の右下にまず黄色入ってないところを探します。そしてここに黄色ありますよね。で、これをまたひたすら繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4ということで入りました。で、次にまたここ入ってないので、ここを右下に持っていきます。ここに来ちゃいましたね。ひたすらこの動きを続けます。1、2、3、4、1、2、3、4。はい、入りました。最後、ここですね。これを右下に持っていきます。はい、ここに黄色来ましたね。ひたすらこの動きを、ルービックキューブ 2×2 の基本的なここの動きをやっていきます。1、2、3、4、1、2、3、4ということで。あれ、揃っちゃいましたね。はい、こうやって揃う場合もあります。ちょっと揃っちゃったので、揃わない方向が多い。これ確率的には多分ね、20回に1回ぐらいで揃っちゃいますけど、あと本当はワンステップあるので、ちょっとワンステップ前に戻りたいと思います。はい、ワンステップ前に戻りました。白の完全一面が上に、ルービックキューブの 2×2 の上に揃ってますね。完全一面です。そして黄色の一面が揃った状況ですね。これで最後のパターンをやっていきます。最後のパターンはですね、こう見ていただくと、見てください。ここ、オレンジで、こう回していくと、オレンジは1面揃えますよね。で、それ以外の3面は、3つの側面は揃ってないんですよね、ここ。下段が。
はい、このパターンで、まあ、作っていきます。でオレンジ揃ってるオレンジを持っていって、まずこのパターンルービックキューブ磨きの基本的な動きをまず3回繰り返します。3回です。1、2、3、4、1、1、2、3、4、2、1、2、3、4、3回ですね。そしてルービックキューブ 2×2 の下段を左から右に回します。90度、1、そしてまた繰り返し、これを3回繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3回繰り返しました。そしてもう1回下段を90度左から右に回します。1、そしてまたひたすらこれを3回繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3回やりました。そして下段をルビックキューブ 2×2 の下段を今度は180度回します。左から右です。1、2ということで、そしてひたすらこれをまた3回繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ということで、これで回していくと、はい、揃いました。これでルビックキューブ 2×2 の完成です。もう一パターンですね、最後の段階の時に、もう一パターン覚えなきゃいけないので、もう最後のステップはですね、実は2パターン出てくるんです。さっき見たくオレンジが揃ってましたよね。そして3面が合ってないパターンと、全部4面が合ってないパターンっていうのがあるので、それを最後に教えて、このルビックキューブ 2×2 本当に超簡単に揃えられる方法を、教えて終わりたいと思います。ではちょっとですね、最後のパターンを説明します。はい、最後ルビックキューブ 2×2 6面の揃え方、最後の第3ステップの最後のパターンですね。まあ、2パターンあるうちの1つのパターンですね。さっきはここオレンジ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 って側面揃ってましたけど、今度見てください。下ルビックキューブの 2×2 の下段が全部今度揃ってないですね。揃ってません。この揃え方をお教えします。でも基本的にはこの回し方、ルビックキューブ 2×2 の基本的な回し方はこれさえ覚えてしまえば、大丈夫。ただですね、こうちょっとパターンがあるので、それを覚えていただきたいと思います。どこでもいいです。自分の正面に向けてください。例えば、じゃあ緑の正面にしましょうか。そしてまた3セットこれを繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そして、先ほどと同じように、ルビックキューブの 2×2 の下段をですね、左から右に90度回します。1、そしてもう1回繰り返します。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3セットやりました。そして今度はですね、今度は、右から左にリバース回します。下段を。そしてまた3セット。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そして次は180度、1、2って回します。そしてまたひたすら3回、3セット。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そしてまた、右に回します。そして3セット。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そしてまた左、今度はまたリバースですね。リバースで戻します。そして最後3セット。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。ということで、これで、はい。ルビックキューブ 2×2 が揃いました。はい、ということで、結構ですね、簡単に揃えることができます。この動きさえ覚えてしまえば、ルビックキューブ 2×2 はですね、もうこの動きさえ